はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。結構なんかね、ポリヒトデのね、ポリヒトデがメインってより、なんか、ウーラオスサンダー、ポリッツ、ドヒドイデ、ガブリアスみたいな、アット1みたいなのが、なんか、アット1は何なんだろう、わかんないけど、なんかそういうの流行ってるみたいなね、話を聞いたんで、まあ、ポリヒトデに、ちょっと着目して、ポリドヒド、あんま使ったことなかったから、まあ、使ってみようかなと思って。まあ、受け6の並びの時に、なんか、たまたまポリッツとドヒドイデが同居するみたいなのあったんだけど、まあ、ポリッツとドヒドイデの受けをね、重視した感じは、あんまり使ったことなかったから、まあ、使っていきたいなっていうところで。で相手も、まあ、似たような感じではあるか。ドヒドの枠がレヒレになってたり、まあ、多少あれはあるけど。ガブリアスが、まあ、直帰なんじゃないか、サンダーの。ボールチェーンがうざいことを考えると。で、この試合多分ドラン投げる理由はないから、とりあえずない。ランドから入りたい感じある。で、裏ポリッツ、ドヒド欲しいけど。いや、持ってく理由ないな。ラストサンダーかな。サンダーか？ウーラオスだけど。まあ、相手にレヒレいること考えると、まあサンダーか。で、まあ頑張ってガブ削って、で、いや、でもポリッツもいるな。わかんないわ。こういう、なんかポリッツでもそうだけどさ、こういうこう攻めを結構取り入れてるサイクル、あんま使い慣れてないから、これでいいんかわからんけど、レヒレから来た、サンダーから入りたかったな、じゃあ。まあ、ここさすがにトンボで引くしかないかな。まあ、なんでガムの枠僕ランドにしてるかっていうと、なんか、昨日の動画でも言ってたかもしれないけど、なんかトンボ返りとか、で、相手の行動見ながら、ゲーム作る動きが強いなと思ってたから、これにしてるんだけど、まあ、トンボから入っていいね。スカーフだから、まあ、スカーフはバレないかな。でも S 振ってんのは多分バレるんだよね。これ多分耐久振ってるやつかな。引いてないから、まあ一旦ポリッツかな。ポリッツで恩返し没収されたせいでさ、瞑想だと困るんだけど。どっち ?C? あ、怒りのやつか。これサンダーでね、困っちゃうから。ポリッツ削りたくないんだけど。イカチョウかどうかだな。いや、でも、ランドサンダーって残ってるから、そんなにサンダー相手一貫してないでしょ。放電からで。まあ、挑発だと思うけど。あ、ポリッツの方が早いんだったら再生でよかったわ。あ、でも、レヒレ削っとくのは結構でかいかな。おっと？あ、尻尾トリックか。奇跡取られたも困るなぁ。でも、レヒレ潰しときたいっちゃ潰しときたいね。あ、やっぱ挑発あるか。尻尾持ってるから、トリックからしか入れなかったんかな。とりあえずでもこれレヒレ、処理できたから、で、ヒットモイント半分残ってるポリツ盤面残るから、C も上がってるし、まあ、そんなに悠長な行動許さないと思ってるけど、ウーラオス、はいはいはい、そっちか。まあこれはさすがに、霊火で切りでいいかな。どっち打ってくるかだけど、強打。どっちみち多分飛ぶよな。ただ、これサンダーから入れるから、まあ裏次第でランドかサンダーどっちかを通したいけど、レヒレ潰してるからランドロス通りそうだけどな。まあ、受け崩したいだろうし。鉢巻きじゃないかな。移ろい動、はい。これランドロスで最後、詰めれるかな。スカーフ足。ここでじゃあガブが出てきたらどうしてたんだって話だけど。まあ、ダイジェット切るんかな。あ、でも一回こっちはランド引きでいいのか。どうせ直帰足。直帰じゃないんだったらサンダーでダイマ切ればいいし。勝った理由がわかんねえ。マジで。マジでわからん。
これ多分地震地震でいいよな。ここ多分シンプルに地震打って、ウラオス出てくるんだったらダイジェット打てばいいと思うんだけど。ああ。オッケーオッケー。わかんない。何が良かったのか本当にわからんけど勝ったわ。GG。はい。じゃあそのまま続けて、2戦目やってきます。相手なんか170位とか、まあまあ順位高かったね。どうしよっかな。これポリヒトで投げたいかな、割と。ドヒドはまあまあ持ってきたいけど。まあ、レヒレが結構ネックだね。この試合もちょっとドランは役に立たなそうだから、持ってかないけど。多分サンダーをバンギで止められて、アクーラを着地して、バンギレヒレのサイクルがうざいか。それにステロ巻かれちゃうと結構苦しい感じあるな。サンダーウラオスって投げると、ああ、まあでもマンムには強い。ああ、それでいいか。サンダーウラオスドヒドとかでいいか。レヒレ頑張って削りたいけど、こっちもランドロスはさすがにないか。まあポリッツを絡めるかどうかぐらいな感じかな。サンダー止め入れて。ドヒドよりさ、ポリッツか。ドヒドよりポリッツだな、これ。ウーラオスから入った方がいいよの。多分。ウーラオス、サンダー、ポリッツ。嘘。いや、これでいいや。多分、マンム、初手。マンムかね、ランドロスから来ると思うよ、初手。いや、ランドロスが、スボーフ打ちに行くのちょっとバカだしな。いや、まだ多分、ウーラオス入ってちょっと出し負けるところはポリッツでキャできる。あ、オッケーオッケーオッケー。マンムーなのはオッケーで。まあさすがにここ、強打から入りたいかな。うん。まあレヒレがいるかいないかを、まず確定させないと始まんないから。すびき、レヒレいるな、多分。で、レヒレが残飯かどうかによって変わる。じゃないんだったら、ここを押し切って、突破すれば勝てるから、ここ詰めていく感じでいきたい。ウーラオスが有利対面で何回暗黒強打打てるかで変わるかな。耐久ぶりでしょ、これ。硬いよね。残飯。これあったらポリッツ引きたいところだけど、多分サンダー引いた方がよくて。まあ、なんでかっていうと、火力ないからね。レヒレ、耐久振ってると。あー、釣ってきた、はい。ステロ巻きたい感じかな。こう、ダイジェットしたいな。バンギーいるんかな。まだポリツでいいか。あ、違う。ウーラオスでいいか。ステロ。いや、バンギいてもね、ここ無理やりステロ。そうだよね。毒好きをしたいけど。どっちみちでもあんま助けでしょ。毒好きでいいわ。あ、引くなら、レヒレ削れるから。でかい。攻める構築楽しいな、マジ。オッケー、めっちゃ削れた。え、これ、毒好き連打でよくない？これさ、ダイマックスでこの後技変えれんの、ほんと、バカげてるよな。あ、マンムーに対しちゃって、ダイマックス切ればいいんだもん。ウフラオス、おかしいだろ、マジで、性能が。ほんとに、これでいいのか？強すぎんか。ダンサー。ステロ巻かれてるけど。で、ラストマンムでしょ？こっちいらないのサンダーだよな、多分。サンダー切って、ここポリッツ置きに行って、強打で詰めに行く？それでいいか。多分ポリッツでこう直引きすると、ステロプラス、ジェットで、
乱数で死ぬんだよね。結構こっちが。控えめ弾とかと結構こっちが分が悪い乱数になっちゃうから。ああ、大魔さすがに切るよね。他のね、対面マジで分からんけど、対面ってその、どのポケモンとどのポケモンの対面がってことね。それ分かんないけど、サンダーとポリツは、一回サンダーをポリツで受けることを考えたことがあるから、まあ、分かると。ダイジェットでしょ？ああ。強っ。一応半減なんだけどな。耐久振ってないとはいえ。はいはいはい。まあこれは、さすがにサンダー一回切って。弾じゃない？回電波あるにして、でもまあダイマックス切れるんだったら相手命中安定じゃなくなるから、あ、弾だったね勘違いしてたね。これだったらポリツ安全に着地できる上に、まあ、マンムーにもいけるんじゃないかな。あとこっちだけが一方的にダイマックス残してるから切り返す側としてはやりやすいかな、割と。とりあえずここは再生から。多分、ああ、引く、はい。引くの見てからこっちダイマックス切ればいいからね。で、ダイアタック入れちゃえば、ウラオス上から強打ぶち込めるから。まあ、ウラオスが着地したら勝つって感じだと思うけど。マンムー側からさ、ポリツを破壊するような技あるか？積み技ないよね、マンムって。マンム何してくる？ステロ、地震、つらら、つぶてとかでしょ？地震耐えんじゃないかな。わかんない。いやー。でもダイアタックいいと思うんだけどな。で、サンダーにダイアタック入れちゃえば、ポリツ死んで、ウラオスで強打打って勝ちだから、それはいいんだよね。で、弾だからスカフじゃないの確定してるし、2発で、さすがに2発で取れると思うけど、うん、この試合はさすがに勝った理由わかるわ。でヒレをさあ毒好きでいじめたからだよね、明らかに。あ、オッケーオッケー、確認取れてる。スチルあるとここもうちょい違うんかな。まあどっちみちでも大魔切ればいけるわけだし。地震も普通に2発サイズだから空元気突っ込んでよかったね。レイビーかで、サンダー対面で、ダイマックスとかでよかったっぽい。サンダーに本当はダイアタック2回入れた方がよかったか。3回わかんないけど、ポリツが抜けるラインどうなんだろう。素早さを気にしないで、ゲームしながらね。わからないけど。まあでも、アタック入ればウロス早い方が確定だから。ジハまあこれは僕がポリツ切って勝ちですよ。ジハ外しはどうなんだろう。ここはダイアタックが通んなくなるんだと話変わってくるけど、まあでもそれでもね、再生連打で結局、まあ、運ゲーだけど、まあレビュー打ってこうか。はい、アタック通ってれば多分どっちみち勝ったと思う。ウーラオスで最後突っ込んで GG お疲れ様でした。